イエス様は死をも乗り越える力のある救い主であることを信じなさいと言われるのです。イエス様とペトロとヤコブとヤイロの夫婦だけがその娘の部屋に入っていこうとしたわけであります。周りは多くの人が集まってきておりましたけれども、悲しみと涙で家の中は大変な騒動になっていたわけであります。イエス様は大胆にも、子供は死んだのではないと、眠っているのだと、このようにおっしゃったとき、人々は嘲笑ったと伝えております。人にとって絶望である肉体の死もイエスにとっては絶望ではないと、死を乗り越える世界があるのだと、それゆえイエス、死は絶対的な死ではなく希望の残された死であるというのです。すなわちそれは死ではなく、死ではなく死ではもう一度起き上がることのできる眠りでしかないのだと、タリタコム、娘を起きなさいと主はおっしゃいました。ところがその一言をおっしゃっただけですぐ亡くなっていた娘が起き上がったというのであります。今まで見たこともない現実を目の前にしたヤイロ夫婦、またヤコブとペトロ、ヨハネはこのイエズスの力強い死に対してさえも力を持っていらっしゃる、そのメシアとしてのイエズスの力強さに心を打たれたことだと思います。ヤイロは愛する娘の死という苦悩と自分の無力さを通して死を超えるイエズスの神秘に触れました。イエズスは本当に死をも克服できるお方、イエズスご自身が私は復活であり命であるとおっしゃったことの意味を確かに感じ取ったに違いありません。私たちは人間として人生の歩みの中でいろいろな困難や苦しみに遭遇いたします。もうダメかなとか、もう私には何の力もないという無力感に追いやられることがあります。しかしそのような逆境の中にある時にこそ私たちは主が共にいてくださる、イエズスは確かに私たちに力を貸してくださるということを固く信じ、主を助けてくださいと寄りすがって歩んでいくならば、その逆境の中から新しい光、あるいは勇気と力というものを主は与えてくださるに違いありません。復活されたキリストが今もなお現実の私たちの生活の中に私たちと関わってくださることに信頼し、大きな希望とまた勇気を持って私たちも信仰の世界の中でよりキリストに対する信頼の心と委託の心を力強く持ち合わせることができますように、主にその恵みを祈り求めたと思います。